ます。どんなスケジュールでいつも、朝7時40分に出て、で12時まで仕事して、でそこからグラウンド移動して2時から練習です。はい、なるほど。いろんな統計の資料を作って、まあ、県民局だったり、あと省庁だったりに報告するという統計作業っていうのなんですけど、それをやってもらおうと思ってまして、で今日はその統計業務とは何かとかみたいなのを勉強する時間を利用してます。やっぱり自分でこう考えて、行動できる良い人になってほしいなと思って、ね、の活動の中でもそうだと思うので、まあ、考えてしっかりと動ける人になってほしいなと思ってます。いや、めちゃくちゃ温かい職場で、すごく応援してくださるので本当に嬉しいです。やっぱりピッチャーだけあってすごい頭の回転が速いというかっていうのと、あと自分に対するその反省とか分析っていうのはすごいよくできてるんで、まあ、仕事はやったら必ず早くできるタイプだとは思います。まあ、まず夢持って入ってきてると思うんで、今は目の前の大会と自分の健康と気をつけて活躍してもらったらなというふうに思います。15分で最寄りに着いて、そこからちょっと買い物して、で12時半から部屋でご飯を食べ始めて、1時15分過ぎにグラウンドへ向かいます。レッドと今です。このモコモコの服は兄弟3人お揃いの服で、まあ、大切にします。二流さんが大量する日にもらったボールで外国からの成長ということで頑張れってことで書いてもらいました。いや、本当にめちゃくちゃ仲いい先輩で、めっちゃ良くしてもらって本当に尊敬できる野球選手だなと思います。まず冷蔵庫、何も入ってないです。冷蔵庫は、はい、これだけです。そのここ で YouTube 見ながらこう食べてます。どうですか、お味？美味しいです。
自分の夢がプロ野球選手で、その夢を叶えるためにこの社会人に来て、レベルアップしたいと思ってこのチームを選びました。まあ、いろんな大会やいろんな試合に投げさせてもらいただいて、本当にいい経験させてもらってますし、本当に自分自身もレベルアップしたいといけないなと思って日々練習に取り組んでます。まあ、バランスよくっていうことを心がけてやってるんで、まあ、バランスが良くないと、まあ、いい球はいかないので、バランス重視練習しています。試合で投げていく中で、あのマウンドでの姿っていうのを心がけてやっていて、まあ、自分が弱いところ見せたら、まあ、チームを上がっていかないですし、まあ、勢い、そのチームに勢いをつけれるようなピッチングをするためにと思っていつも心を上げて投げています。そうですね、はい、試合後とか帰ってきた時とかに、あの一緒にこうサウナに体整えに行ったり、あとは寮で一緒にご飯食べたりとか、はい、する中です。そうですね、一見真面目そうに見えるんですけど、まあ、結構かまってちゃんな感じで、まあ、可愛いですね、はい。今後の目標はこのチームで日本一を取ることなので、まず自分が、まあ、自分たちがしっかりプレーして、まあ、自分がしっかり腕振って、あの日本一に役に立てればいいなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。僕の一日はどうだったでしょうか。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。日本一を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。さよなら。